はい、皆さんこんにちは、5月22日日曜日でございますけれどもね、今ゲームたった今終わりまして、まあパテリック・サンダワラはすごいピッチいたしまして、もうとにかく4対1で勝ちましたけれども、9回まで行くんじゃないかなと思って、8回でねちょっとフォアボール出しておりましたけれども、まあ素晴らしいピッチングで、もう日曜日はメダル、しかもですね、大谷さんがいきなり1番バットでですねホームランを打ちまして、それで私もこうやって帽子をさせていただいております。今日はねめでたしめでたしでございます。でまあそれに止まらず、大谷さんも今日はマルチプルヒットということで、まあとにかく4対1ということでございました。でこれをちょっとですね、皆さんに、ね、いきなりではありますが、ホームランの方ちょっとご覧ください。1番、はい、ではどうぞよろしくお願いします。一番深いところ行きましたよ、センターの。素晴らしいですよ。9号ソロホームラン、おめでとうございます、オタニさん、ビッグフライオタニさんということでございましたね。はい、ということでホームラン見ていただきましたけれども、まあこれをねお話ししましたけれども、じゃ早速ですけれども、オタニさんは5打数2安打でございましたね。1つ RBI も取っております。そして、トラウトもですね、負けず、5打数3安打、2つの RBI を取っております。彼はね、4打数ということは、1つはバーベキューがありましたので、レンドンも残念ながら今日は0安打ですね。ヒットはなし。ダフィーとか、まあそれ以外にはみんなね、レンギー、フォー、マーシュ、ミア、ミナ、1個ずつ、打ってますんで、まあ、そしてピッチの方はですね、サンダバルは7対7.1、だから本当はね8回までは投げるはずだったんですけど、2人出してしまいまして、で変わったんですね。テペリアさんはもう素晴らしい、2人とも三振、ここは1人もう終わってますから三振を取っていただいて、最後にイグレシアスがしっかり締めてゲームセットということでございますけどね。はい、感じはこんな感じでございました。相変わらず大谷さんがテラワードがまだ戻ってきてませんので、多分明日休んで明後日から出てくるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ翔平大谷がその分はねちゃんとしっかりカバーしております。トップでしっかりホームランを打つしやることはやっておりますので、非常にありがたいものでございます。そして、顔の方はこれですね。翔平大谷がトップで、マイク・トラウト、レンドン、今回はねジェレッド・ウォルシュの代わりにマット・ダフィーが入っております。レンキフォもいますし、ブランダン・マッシュで、キャッチャーがですね、やっとカート・スズキが帰ってきまして、怪我からね。そして、まあ、今までこの彼の代わりにやった人がもうセカンド、2軍の方に戻されましたということでございます。でタイラー・ウェイズとアンドリュー・ワラックスケース、この辺が流れが良かった。でパトリック・サンダバルも素晴らしいピッチングで、まあね、何勝、3勝目上げましたよね。そういうことですよね。ここで見れば分かるんですね。ここほら、サンダバル3勝1敗。はい、間違いありません。はい、ということでございましたね。さて、じゃあ、下の方に行きましょうか。はい、こちらですね。9号、ソロホームランですね。で、明日休んで、テキサスと2点。それからトロントブルージェイズが来ます。こちらも4戦ありますんでね、これもまあ楽しみにしていただきたいと思っております。そして、今日はですね3人だけでしたよね。
パトリック・サンダバルの後に出てきたのはテペラさん、この人ライアン・テペラさんが素晴らしかったですけど、あとはライセルとイギリスで締めてゲームセットでしたね。ということで明日ゆっくり休んでもらってということでございます。では、ゲームの方なんですけれども早速参りたいと思っております。ではお願いしましょう。どうぞ。これは日曜日、あの22日のね、日曜日の間違いなんで金曜日ではないですから。はい、ということで、やりましょう。どんどん行きましょう。はい、お願いします。今ですね、エンジェルス球場にリトルリーグの選手がいっぱい来ておりまして、だから若い子はいっぱい来てるんですね。だいたいね、リトルリーグの日とポニーリーグの日があって、で、まあ、枠をね、みんな安く買ってそこで来ていただくんですけど、今日はリトルリーグの日だったんですね。サンデーファンデーって言ってますよ。面白いファン。パトリック・サンダバル 1.91 ERA 素晴らしいね。6スターズでね、はい、大谷帽子で、もうね、これカントリーウィークって出ておりますよね。カントリーウィーク、ね、カントリーウィークということは今日は20日だ、今日でさよならですかね。ウィークが終わりということですかね。では早速でございますけれども、第1回打席からお願いしましょう。どうぞ。これですよね。ピッチャーも詳しがってましたね。ボール行ってしまいましたと。それを見逃さないで打ったっていうのがやっぱり大谷さんが見事。はい、9号ソロホームランおめでとう、大谷さん、ビッグフライ大谷さんっていう感じでございますけどね。いやー、もう本当にありがたいものでございます。では続きまして、2階打席でお願いいたします。これ大谷さんがいい打ったのも満塁だったんですよ。ノーアウトだったのよ。だから三塁側がね、鈴木さんがもうタッチアップで行けば行かないで、このセコンドも出たら、そっちの方にボール投げて、アウトになってしまいました。まあ、その後にもう1点は取ったんですけれども、とりあえず、ちょっとちぐはぐでしたね。はい、では、はい、3回でお願いします。どうぞ。振ってますけどね、当たらないっていう感じでございます。これはね、よく取れたね。はい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 。続きまして、4回目でございます。4回打席、4回目の打席です。はい、ありがとうございましたね。
それでは最後の第5回ですね。はい、5回目お願いしましょう。これはね、大谷さんの足を生かした、しかも難しいボール打ってますけどね。ほら、低いボール打ってセーフ。はい、ということでございましたね。ということで、今日のゲームのおさらいでございます。さらいの前にじゃあ、サイラーの部分があるので、それもちょっとやりましょうかね。はい、これが大谷さん最後のね、さよなら、ファイナルが4-1がファイナルでございます。で、大谷さんがみんなを迎えており、大谷さんがね、帽子をしてほしいんですけどね、いつもなんか帽子なしであれしてます。はい、ということでございました。本日のおさらいでございます。おさらいいきますと、もう簡単ですけども、パトリック・サンダバルは素晴らしいピッチングしまして、3勝目挙げました。テンスは4勝1敗。そして大谷さんもいきなり1番バッターで、ソロホームラン、まあ、RBI がですね、打ちまして、素晴らしかったですね。そして、今度はこの辺で見れば分かりますけど、26勝17敗ですね、エンジェルスは。はい、続きましてはこちらですね。パトリック・サンダロは 7.1 投げまして、テペラがその後に2人を終えまして、あとイギリスが3人で終えまして、きれいにゲームセットしました。はい、であと打ってる人はみんなここ見ていただければ、 H のところ見ていただければ、まあみんな打ってます。まあ2ヒット3ヒットということで、大谷さんは今日はマルチプルヒットで、めでたしめでたしでございますけどね。はい、という感じで、こんな感じですね。はい、ということで26勝17敗、明日もう朝だまる終わったらですね、誰が来てでしたっけ、そしたらですね、この人が来ますね。これはもう話しましたように、今日は9号大谷さんが落ちまして、明日休んで明後日から頑張りますということで、この辺からいきますと、大体、パトリック・サンダバルの後に、ノア・シンダー、6人体制だったノア・シンダーが、で、ホーゼ・ソアレスはまあ途中で出てくるという、最近戻ってきてますので、ジョナサンはどうなったのかな、戻ってるかどうか、まだいるのか、そしてチェイス、シュルセスもまだいるみたいなんで、どうなるのかね、その辺が。とりあえずノア・シンダーガーズだと思いますけど。さて、ということで今日は、テペラさんとライセル・イギリス2人だけでしたね、後から出てきたのは。で、この人たちが頑張りました。はい、ということでそんな感じですね。はい、ということで皆さん、本当に今日も見ていただきましてありがとうございました。僕の、このコーナーのチャンネルのね、登録も忘れずにお願いいたします。ということで、今日も大谷さんが素晴らしいホームランを打ったんで、 See you later alligator、 See you later alligator。それでは皆様、明日休んで、明後日またお目にかかります。